生日だ。おめでとう。ありがとう。吉田全然行ってくんないじゃん。あ、そう忘れてました。確かに。今日朝インスタで見て。面白い。練馬のホープ、小泉吉夫選手です。ああ寂しいな、吉田いなくなるの。ガンプラいつも頑張ります。イエイ、あざといからで頑張ります。まだやってない。なんかこれ、もつ鍋。いやいや、これはあの豚バラしか動物は入ってない。いいって、どうしたっけ。いい感じだ。練習に来てきます。かっこいいし。あれで走れるから。はい、超楽です。あれ、あの空気感で外ランニングするしかないときに、ずっとあの黄色いの僕着てるし、毎回黄色い。何枚かあれですね。黄色いのと、あと白も。はい。すごいね、これ歴代の選手が顔を描かれてる。すごい。ラウル日本だと、でもサッカーよりフットサルの。あ、いた。ではない。あ、左、斜面。そんなに飛んだの。左に。クラブからの契約の話があるんで、面談があるんで行ってきます。基本的に今日はあの話を聞いて、あの金額とかその契約内容を向こうから提示されて、まあ、確認するっていった感じですかね。まあ、あとこう交渉の部分とかは基本的には代理人にやってもらう形になるんで、まあ、そんな感じです。面談してきました。提示の内容とかそういうのは言えないんですけど、まあ、評価を聞いたって感じですかね。まあ、この内容とちょっと代理人、仲介人っていうのかな、今仲介人と連絡取ってまた交渉してもらうって感じですかね。とりあえず1年の評価を最初してもらいました。今日は12月30日で今2時過ぎなんですけど、
僕が来季 FC 琉球でプレーする契約の更新がリリースされました。次で5シーズン目かな、琉球でプレーするの6シーズン目かな、5、6シーズン目かな、まあいいや、まあ、琉球でプレーまたすることになったんですけど、来季シーズンもなんかリリースされると来シーズンのことを考えてこうすごいワクワクしますけど、まあ、開幕に向けていい状態で迎えられるようにしっかりやっていきたいと思います。シュートまで、シュートまで、出た。